ここつかダンダラヨンスタジオのアナベルです。ヘルです。はい、非常に楽しみでした。このキャラクターを使うのがやってきましたね。やってきました、今回の第2弾の方のコラボの星5星限モハーメド・アブドゥルでございます。多分目玉でしょうね。あのこのね、友情コンボグロースフィアでこのギミック対応っていうのがだいぶ前にその一時期来てたとあるね降臨モンスターとほぼほぼ同じ性能をしているのではなかろうかというね。えっていうかまんま同じっすね。ですよ。確か。でそれにあれでしょ、友情ブーストが乗ってくるっていう化け物性能でしょ。友情ブーストの乗ってくるっていうだけ。なるほどね。で自分まだ一切ね、なんなら自分そのキャラクターも取れてないんですよ。光のなんだっけ、船の船の冒険船、あれを自分はね、ちゃんとやってなくて、そのキャラクター取れてないんですけれど、今回ね、これを使えば、まあ、実質、取得したようなもんというね、感覚で、これから使っていけるからね、このキャラクターとの非常に楽しみにしてました。早速ね、クエストに行ってみたいと思います。行きましょう。よいしょ。ここでこのキャラ使えるじゃん。というわけでやってきたのが、守護獣のね、ハイエロファントグリーン究極でございます。スタープラチナがね、守護獣として手に入るやつですね。はい。で、連れてきたのがケンタウロスと、こちらティーガー X なんですけど、見た目が違って性能が違うだけで、初歩で普通に手に入るキャラクターなんでね。見た目が違って性能が違う。性能同じです。ごめんなさい。なんか一時期このね、ちょっと見た目違いが一回配布だかなんだかされてたんですけど、まあ見た目が違うだけで性能は全く一緒だし、このティーガーの色違いの、本来水属性のキャラクターなんだけど、光属性のタイプも、普通にね、そこで手に入るんでね。まだ手に入るからね。うん。ちょっとこのイラスト違うのを使わせてもらってるよ。わ、うん、ー、見て。おーおーおーは？これがグロスフィア。しかもこちらは貫通タイプということでね、非常に動きやすい。そうだね。いいよ。トレノバの上位互換と言ってもね、過言ではない。あれも結構ね、暴れ回ってたキャラクターなんだけどな。あれも暴れ回ってたね。うん、暴れすぎてて一時期あれじゃないとマルチクエ入れなかった時代あったからね。確かにね。その通り。まああっちとの比較としては、こっちのアブドゥルの方はまあ超重力バリアに対応してて友情ブーストも持ってて、でトレノバの方がバランス型だったけど、こっちが砲撃型なんだよね。うん。で、まあ、星のね、数的な強さの差はあるような気もするんだけど、敵の威力こっちの方高くねっていう。やばくね友情ブーストがあるわけね。まず前提として当たりやすさがあるから。そうね、貫通タイプっていうね。いやまあ、グロースフィアなんで、友情コンボ自体は属性がない友情なんでね、ほど火力を求めていく分にはなんか全然どこにでも連れていけそうな、そうだね、性能だよ。あ、強っ。引きずり出したことを後悔することになるぞ。なるほど。これ SS 見れなくなっちゃうんで、ここはあえて。お、いいね。で、停止後最初に触れた敵を、あーでも結局貫通か、アブドゥルにあんまり触っちゃうとそれで終わっちゃうから、縦でいいんじゃん。縦で右で、縦だとちょうどアブドゥルいいのよ。あー、そっか、そんなにキープか。そう、これでもキープできるからね。あー、ほんとだはい、どっちでしょう、変わらん、強すぎるこいつ。どっちでしょう、変わらんですねあっちゅうま。はい、でもね、このキャラクターの調査はこのところでとどまるわけないんでね、もう一個行ってみたいと思います。行きましょう。ここつか
というわけで、ハイエロファントグリーンの超絶に来ました。一回入ったんだけどね、ちょっと、キャラクターもうちょっとね、他のメンバーがアブドゥルの足を引っ張ってしまいかねなかったんで、ね、ちょっと変えてみました。そうだ、ちょっと変えて。はい。まあ、俺が使ってんのは、ドブルスラーガン。動画で出たのは初めてかな。そうだね、まだ紹介はしてないんですけど、まあ、でも初歩でね、入手可能な超究極のちょっと難易度高めなんですけど、まあ、大丈夫でしょう。なんだっけ、動画で撮った読み、そう、読みがね、育成で入ってるし、見てるだけ。うん。そうだよね、だから動画、ね、ご覧になられて、撮った手順でいければ、そう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 、参考にしてもらえてる方だったら、余裕でね、撮れちゃうかなと思うね。さてさて、ね、あとウルスラグナ自体がね、うん、そもそもうん進化がコスプスよくて、もう一つの神化が一個下の難易度の方を取ってる。ああ、そっかそっかそっか。うん、で結構こいつもね、ウルスラグナもなんだろう、いろんなところのね誘惑として名前見るんで、うん、まあ、ダメを持ってて重力マインっていう結構厄介めなね、ギミックの対応してるから、まあ、結構 SS も、うん、激種変化、ね、割と使いやすい激種、組み替え激種変化だから使いやすいかな。うん、さっきここでちょっと火種を食らいすぎたんで、そう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 、と言っても、ね、究極の方法がサクサク行きすぎて、SS ダメ意識しすぎてたら、逆に不ぼっこされたっていう。ね。結構ガッツリ処理しないとね、ダメなんだな、ここ。ただそういう時にもこのね、グロースフィアの攻撃力が、このステージだけ考えるんだったら、さっきぶり、反射もいた方がいいのかな。貫通だけだとどうしてもスピードはね。そうだね。どう行こう。とりあえず、ダコに少しでもダメージを。ダコ処理を怠るとこのステージ絶対ダメなとこだね。結構ボスのっていうか、ザコのダメージが大きい感じがする。はいですね、弱足からもちゃんと殴りに行く。感覚が短い感じするよね。うん、うわ、これだけ飛ばしようかな。大丈夫じゃないかな。あ、強えわ、飛ばしちゃうわ。余裕で一本持っていく。追撃見たいんだけどな。最初に増えたって聞いた。このタイプ難しいな。うん。あ、でも敵いなければむしろあれか。何もしなくていいのか。なんかしなきゃいけないやつとしちゃダメ。うん。なんか2種類なかったけど、あれどうなんだろう。なんかランダ系とかはね、触んなきゃいけなかったりするけど、どうなんだろうね。追撃系だと結構、触んなくてもよかったりするから。倒せないと思うけど、やってみる？やってみよう。薄く横上がりで。無理ことを優先的に。うん、あー、これ、自称の効果もすごいな。あー、待って、それ下がっちゃう。下がっちゃう、下がっちゃう。やばい、やばい、やばい。止まって。オッケー。やってくれた。思ったほどでもなかった。思ったほどでもなかった。あれかな？単純に剣触れても追撃が乗らないタイプなのかな。それはあるなぁ。ね、他殴りじゃなさそうだったから。うん。これがあるかな。遊撃
遊撃乗せても過激乗せても、うん、追撃は上がんないタイプだね。ちょっとさすがにこれ、まあ、そうだよな、うん、あんだけ強かったらそんな SS 強いわけないよな。あ、やべ。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？おー、あー、気持ちいい。スローモーションだったから何届いたかよく分かった。ね、死者蘇生止めた、死者蘇生あれ、ラドン飛んでんのかと思って微妙に触りづらい。ちょっと痛いだけだ。場所がな。でもさすがに打っていた方がいい。先に触って暴れちゃえば。あの、いや、ゾンビ先に倒す。オッケー。ムーブで。ちょっと雑蘇生痛いから。うん。倒せないかい。困れば、お仕事です。じゃか。あ、惜しい。いけ。はい、何も発動しない。レベルが低いんでね。まあ、そりゃ、そりゃね。おー、きれい。ここ使う。はい、っていう感じでね、これね、もう、文句なし。友情ブースト乗る砲撃型のグロースフィアは星4号だといえどももう星6級だ。星6のバランス型のやつよりだって強いんでしょ多分。なん火力だけで言えばね、こんなんだって遊撃食わすでしょ。そうだね。食べさせるよね。そう、しかも属性の影響を受けてないわけだから、まあね、あの高難度だったからと、その属性効果アップとかの関係で属性ない友情があんまり火力出せないっていう状況はあると思うんだけども、全然ね、あの普通の降臨とか周回する分には全然ね、どのクエストでもあの属性関係なく火力は出せると思うし、まあ友情ブースなんてさっきもちょろっとあのね、戻りながら言ってたんですけど、実質全ての敵に対して友情だけキラー乗ってるのもんだから、そうだ、これは強えよ。いや、強かった。 1.5 倍でしょ、単純計算9万。まあ、す、ん ?6.5 だと。もともと6万くらいでしょ。そういうことか、6万くらいか。いや、そういう計算なのかな。ね、文句なし。これはね、前回紹介した FF とはまたね、違った使用感にはなるかもしれないんだけど、まあそうだね。こっちは、うん、こっちはなんか本当に殲滅力が高くて、FF の方は1点突破力っていうか、そういう感じでね。まあ、こう。まあ、どこに何の敵がいるかはわかんないけど、FF は単純にアジンキラーって。そうね。あと、ハイクロススティンガーだから、まあ、あれ、サソリも処理しやすいのかな、いくらか。だね。処理にはしやすいかな。多段ヒットするやつだから。そういう使い分けで。そうだね。うん。まあどこにでも扱えるアブドゥルと、まあ特にアジンとかね、火属性のクエストで活躍しやすい FF とっていうことで、まあまあまあ言ってしまえば甲乙つけがたしって感じですよね。そうだね。うん、まあそこになんかしっかりそれをまとめ上げるエルメスとかジョセフとかっていう感じで、今回の星5キャラもね、強えな、さすがコラボ。今回は星4号多分かなりいいんじゃないかな。ね、通り目の時も強いけど、なんだろうな、結構尖ってるっていう印象があったから。そうだね、まあまあまあ、大体コラボの星4号って、うん、
強いの1体と、そう、まあまあ使えるよねっていうのが1体の数。うん、今回は俺もどれも強い、強いっていうか、そう、使いやすいっていうかね、うん、尖ってる感じはそれほどなかったから、うん、まあとにかくね、最低でも1体2体はちょっと頑張ってガチャ引いて確保しておきたいなっていう性能だったんでね。そうだね。そう、特にうん、始めたばっかの人でも使いやすいっていうのは結構な利点だとは思う。そうだね。だからなんかね、うん、めちゃめちゃガチャ頑張って引いて、なんかラック90になったらそれはそれで運枠として使えるんだけども、まあそうじゃなくてもね、うん、そんなに課金しないような人で、ね、1体2体手に入ったら全然、ね、ラック90ならなかったからっていう風に思って手放したりとかするんじゃなくって、まあ実際ね、うん、星5制限とかでも間違いなく活躍する性能だから、うん、ね、絶対書庫に、確保しておいて欲しい形がね、揃ってるんじゃないかなという風に思いました。そうだね。はい。という感じでね、とりあえずこれで、ジョジョコラボの、星5の、まあ、ガチャゲンたちを紹介していったのでね、まあ、次からはジョジョのその、星6の降臨モンスターだったり、配布モンスターだったりを紹介していきたいと思ってたのでね、それも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、という感じで今回は、モハメド・アブドゥルのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイチャー。